ホーム、国分寺方面を望む改札大梅街道駅は、東京都小平市小川町2丁目にある、西武鉄道玉湖線の駅である。駅番号は、ST03。駅名の通り、大梅街道と交差する地点に設置されている。また、小平市役所など、小平市の行政機関の最寄り駅になっている。単式ホーム1一面1一線を有する地上駅。 国分寺寄りの青梅街道に面して地上駅舎が設けられている。トイレはホームのほぼ中央にある。かつて早朝深夜時間帯無人だった時期があったが、現在は終日係員配置に戻っている。改札口手前の壁に取り付けられているシャッターは無人時間帯用の出入り口として使用されていた名残である。単式ホームの駅ではあるが、 自動放送等では一番ホームとして扱われる。2020年度の1日平均乗降人員は6293人であり、西武鉄道全92駅中70位。当駅に発着する列車の運転本数が増える傾向にあり、利用客数もそれに合わせる形で増加している。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は過表の通り。 青梅街道沿いを中心に農地や雑木林が多い地域だが近年では住宅やマンションが増加している。ありがとうございます。